えー、冒険家の皆さんこんにちは、えー、このビデオでは、えー、オンライン音声編集を、えー、実際にやってみたいと思います。えーっとですね、これはあのオンラインで全てできますので、えー、ソフトウェアとかアプリとかそういうものをダウンロードしてインストールしする必要はありません。えー、まず最初に、えーあの 喋っているところに間違いを喋ってしまって、それを削除するというところをやってみたいと思います。こちらでですね、録画をあの、あ、録音をすることができますね。はい。途中でちょっとわざと間違ってみますね。はい。はい。皆さん、こんにちは。今日は8月2日。あ、間違えちゃった。えー、今日は8月3日、えー。今日もどうぞよろしくお願いします。はい。こんなふうに言ってみました。 で途中で今日付を間違ってしまったのが分かったと思いますね。で、こういうふうにですね、あの、えー、再生ボタンが押されていて、ずっとこの、あのー、この変な三角なものが右側に移動しているのがちょっとうざいので、一回止めますね。一時停止はここ。それで画面の、あの、あとか、音声の一番最初のところに戻るのがこのボタンです。これで戻りました。はい。それで今度聞いてみましょう。再生してみますよ。はい。皆さん、こんにちは。 今日は8月2日。あ、間違えちゃった。えー、今日は8月3日、えー。今日もどうぞよろしくお願いします。はい、今こんなふうにやってみましたで。これを編集するんですが、これはちょっとあの画面が小さくてとても見にくいので、これを拡大してみます。今最初に4っていうふうになっているのがいいんですが、それをですね、まあ、こんなふうに、えー、もう一つ大きくしてみましょうか。8ぐらいはい、8までいってみましたね。はい。それで、えー、じゃあどこを あの削除するのかをえ今調べるので、えー、どこを削除すればいいのか分からないから、もう一回これを聞いてみますよ。であの、間違えたところで切ります。間違えたところの直前で、えー、切る直前と直後で切ればいいわけですよね。はい、はい、皆さん、こんにちは。今日は8月2日は月、いえっと、ここの ここが今日は8月2日って間違っているというところですので、その前で切ればいいですよね。で、この辺で切ってみたいと思います。はい。えー、で、えっ、ー、と、切るのはこれですね。えー、これが切るモードです。はい。で、これをあの押した後でダブルクリックすると、その場所で切れます。はい。えっ、ー、と、これですね。はい。この辺の、じゃあダブルクリック。はい。ダブルクリックしました。それで、えっ、ー、と、その後で、ああ、間違っちゃったとか、確かこの辺で言ってますから、その後でも切らなければいけません。もう一回これ。 あ間違えちゃった、えーはい、じゃあ、ここでもう一回切ればいいですね。はい、今、これがちゃんと切断モードになっているので、ここをダブルクリック。はい、そうするとです、ね、えー、こんな風にえっ、ー、に、ここで、こことここで切れているのが分かると思います。なので、この中をあの削除すればいいんですけど、削除するのはこのバッテンモード、リムーブセクションモードと書いてありますね。はい、つまり、切った後でそこを削除するというわけです。 はい、今切りました。で、これを、バッテンをクリック。1回クリックするだけでもう切ることができます。これ1回ですね、じゃあもう1回前に戻って、もう1回聞いてみましょう。はい、皆さん、こんにちは。えー、今日は8月3日。えー、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、あれ、なんだ今なんか画面がちょっと変になっちゃいましたね。 うんとはい、ちょっと今変なとこを触ってしまったようです。なるほど。はい。えー、であの、今ですね、今ちょっと分かったと思いますけど、間にこの空白の時間があの削除しただけでは、えー、そこが沈黙になってしまうだけでダメなわけですよね。なので、えー、これをですね、移動したいです。移動したい。はい、で、えーあ、その前、ちょっとここもちょっと前がうるさいから。 うるさいていうか何もなくて邪魔なので切っておきましょうかね。はい。この辺から切っちゃいましょう。はい。で、これを、これで、ここを削除。はい。で、えっ、ー、と、これとこれが、あの、離れているのも、やっぱり間に何にも、あの、静寂、沈黙があるのは変ですから、移動させます。移動させるときのボタンはこれです。Enter、Select Mode ってありますね。はい。ドラッグ、セクションズって書いてありますね。 えー、to move then って書いてありますから、じゃあ、もうこれで今移動す,することができますから、これを、じゃあ、この後ろの方を、こういうふうに持ってきて、あ、もう前のも持ってこれか、はい。これ、前をこっちに持ってきて、後ろを、こういうふうに持ってきます。はい。はい、それで再生してみましょう。もう一回前に戻って、再生。はい、皆さん、こんにちは、えー。今日は8月3日、えー。今日もどうぞよろしくお願いします。 はい、なんか、ね、ちょっとここのところの、えー、っと、今日は8月3日の間の、あの、あのー、隙間がなんか変なので、ちょっとそこをはい、皆さん、こんにちは、えー。今日は8月3日。はい、えー、っと、こことここと、あのー、ちょっとこの空白が変なので、えー、ここを切りますよ。はい、こんな感じで。えー 削除して、はい移動モードに入ってこれをこんな感じ、はいじゃあこれでもう一回戻って再生、はい皆さんこんにちは、えー、今日は8月3日、えー、今日もどうぞよろしくお願いします、はいこんな感じになりましたね、はいでこれでとりあえずもうあのいらないところは削除できたと思うんですが、じゃあ今度はここにですね、えー、あのー、ジングルをちょっと入れるというのをやってみたいと思います、はい。 ジングルを入れるのは、えっ、ー、とですね、あの、ちょっと待ってね。はい、じゃあ、ジングル、検索してみましょうかね。ジン、ジングル、ちょっとここではムスムスというところを行ってみたいと思います。まあ、たくさんありますよ。たくさんあるんですけど、ちょっと、あの、ここではムスムスというところに行ってみたいと思います。あ、もうここに出てきますね。ジングル素材二分の1。これも後で、えっ、ー、と、あのー、 概要この YouTube の概要欄にリンクを貼っておきます。ムスムスメインスラッシュジングル HTML という、こういうところですね。はい、で、えーと、この後ろの下の方にジングル素材というのがあります。もういろいろ選び放題なんですけど、えーと、ちょっとここで聞いてみましょうかね。ここで聞くことができます。で、こちらでダウンロードですね。 いいと思いますね。アコースティックギターを使った爽やかなジングル。はい。えー、じゃあ、これダウンロードしましょう。はい。今、ここでダウンロードできてます。はい、これね、ダウンロードすると、実はその、えー、っと、ZIP ファイルになるんじゃなかったっけ、これって。はい、MP3 になってる。あ、じゃあ、いいですね。はい。MP3 になっているので、じゃあ、これをそのまますぐに使えるはずですね、MP3 ならね。あ、圧縮になってる。 あ私ね、Windows あんまり使ってないのでよくわかんないんですけど、ちょっとじゃあ、えー、っと、これ圧縮。<music> はいはい、わかったわ。ふだんは Chromebook を使っているので、これをどういうふうに展開するのあ、これちょっとやってなかったえー、っと。じゃコピー。 コピーして。うんとデスクトップとかにちょっと置いてみましょうかじゃ。貼り付け。あ、もうこれで MP3 ができたみたいですね。よかったよかった。はい。えー、すいません。ちょっとね、僕、Windows いつも使ってないので、えっ、ー、と、違うかもしれませんが、まあ、とりあえずあ、もっといいやり方あるかもしれませんが、とりあえず回答できたようです。で、これ、お使いの,あのパソコンによって、今のところは、えー、 操作が違いますので、そこのところはご自分で調べてください。はい、じゃあ、とりあえずもうこれがあのダウンロードできたということですね。はい、でこちらでそれをあの新しく入れ込むわけですね。で下の方にもう1個、えーあの、トラックがあるので、ここにインポートしてみたいと思います。あ上にも入るんだっけそう上はインポートもうできないですよね。はい、じゃあ、下にインポートしますよ。 はい。えー、ファイルを選択しましょうね。デスクトップにさっき、ムスムスっていうのを入れました。えっ、ー、と、これ。はいはい。はい。で、これで OK ですね。で、インポートオーディオしましょう。はい。じゃあ、これを、えっ、ー、と。はい。これの後に、あの、私の声が入ってほしいので、これもちょっと少し小さくしてみましょうあこれで はいはい。あ、こんなに長いのこれ。えー、じゃあ、これをもうちょっと小さくして。はい。この音楽の後に、えっ、ー、と、私の声が入ってないといけないので。こんな感じかな。ちもうちょっと隠れして。はいはい。 はいじゃあこえっ、ー、とこれでちょっと再生してみたいと思います。はいみなさんこんにちは。えー、今日は8月3日、えー。今日もどうぞよろしくお願いします。まあいいかなっていう感じもするんですが、若干音楽の方がちょっと大きすぎる感じがするので、えっ、ー、とこちらの最初のジングルの音量を下げるにはこれで出てきます。これ。 もうちょっと下げてみましょうか。まあ、このぐらでいいかな。はい。じゃあちょっと、えー、もう一回前に戻って、ここで再生。はい。皆さん、こんにちは、えー。今日は8月3日、えー。今日もどうぞよろしくお願いします。はい。えー、まあ、もうとりあえずじゃあ、こんな感じでいいと思います。えー、これで、あのいらないところを、まず最初に、あすみません。まず最初に、えー、録音して、いらないところを削除して、えー、それに、 音楽とかを入れてみるということができた、えー、わけですね。で、ただですねあの、これはまだファイルとしてできていないので、あのこの後ですね、Wave か MP3 に、えー、ダウンロードする必要があります。はい。じゃこれをここ、ここではですね、MP3 でダウンロードしてみたいと思いますね。もうただここをクリックするだけです。はい。で、ここでですね、映っているのよく見えるかわかんないですけど、これ棒グラフみたいになっていて、 この明るい色のところがだんだんこちらに長くなってくるのがわかると思います。で、それができたら、えー、ちょっと遅いですね、今日はね。あ、今伸びてきた、伸びてきました、はい。はい、これでできました。で、ダウンロードするにはここでですね、ここでダウンロードします。まあ、Google Drive に入れたりとか、えー、Mac の人は iCloud に入れたりとかっていうか、あ違うか、これは iCloud じゃないんですね。この専用のクラウドだと思いますが、いつも僕はダウンロードしてます、これをね。はい。 えー、ここでダウンロードすることができます。これをカチッとクリックすると、はい、もう自然にダウンロードできているわけですね。はいえー、とこれ、Windows なのでどうなっているのかなちょっと再開してみましょうか。はい、皆さん、こんにちは、えー。今日は8月3日、えー。今日もどうぞよろしくお願いします。はい、えー、こんな感じで、えー、ダウンロードできました。であとはこれをですね、あのー フェイスブックなり、スラックなり、LINE なり、そういうもので、えー、学習者と共有すれば、あの教材が、えー、学習者にも使ってもらえるというわけですね。はい。えー、じゃあ以上で、えー、僕の,あの今日の、えー、オンライン音声編集のやり方、えー、ご紹介を終わります。はい。それでは、えー、失礼します。そして、冒険は続きます。